はいどうもこんにちは、直樹です。チームオブザウィーク17週目が発表されましたので、それに対する所感をこの動画では述べていきたいと思います。今回はこの23選手なんですけれども、チームオブザイヤーが同時に開催されていますので、かなり存在感が薄くて、さらに存在感を薄くしている要因として選出されているラインナップがかなりしょぼいということが挙げられると思います。23人いるんですけれども、僕が個人的に使えそうだなと思った選手は3人ぐらいしかいなくて、具体的に言うとエリクセン、フェルナンジーニョ、アルナウトビッチなんですけれども、この3選手以外は正直使いたいなと思いませんでした。なので今回はこの3選手について詳しく見ていきたいと思います。はい、まずはこのセカンドインフォームエリクセンなんですけれども、エリクセン選出の理由として1月1日のトッテナム対カーディフシティ戦において、バイタルエリアで素晴らしい足元のテクニックを見せまして、ディフェンダー2人を前にしながらその1人の股を抜いてゴールを決めています。このゴールがきっと今回の TOTW 選出の理由になったんだと思います。TOTW 発表直後は OVR90 で発表されていたんですが、数時間後に91に訂正されてアップグレードされましたね。何が理由なのかわからないんですが、おそらく TOTGS で90レートのカードがすでにあるので、91ということにしたんだと思います。能力値なんですが、まず身長181センチ、利き足右、ワークレート高い、普通、逆足が5、スキルムーブ4、特性は華麗の身のこなしとなっています。はい、特に目を見張る能力値としては、シュート力が90、ロングシュートが95となりますので、トップ下の選手としてかなり有効だと思います。逆足が5であるのもトップ下でね、右左でコントロールシュートを狙っていける選手となりますので、かなりいいと思います。パスの能力に関しても、ノーマルの稼働ですでに高いんですけれども、パスの総合値が92、視野が94、クロス90、ショートパス94と、かなりね、一流の値を示していますので、トップ下にぴったりの選手といると思います。そしてドリブル能力も総合値が90とかなり高くなっています。冷静さ92はかなり目を見張るものがありますね。ディフェンダーを背負っていた状態でもシュートを決めきれるという能力があると思います。ディフェンスの値は56、フィジカルの値が70ですね。特にスタミナが99で最大値を示していますので、90分全力で走り抜けられると思います。はい、価格なんですけれども、今の段階で50万だとか60万の値を推移しているんですが、これはおそらく出た直後なので高いんだと思うので、もう少ししたら落ち着くと思います。1枚目のインフォームカードの89レートのものが23万、90の TOTGS が27万ですので、おそらく35万ぐらいに落ち着くんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっと市場の動きを見ないとわからないですね。はい、次に87のインフォームのフェルナンジーニョのカードです。選ばれた理由としましては、1月3日のマンチェスターシティ対リバプール戦において2対1でシティが勝利したんですけれども、この試合を支配した中盤の選手フェルナンジーニョに TOTW が来たのだと思います。同じチームのアグエロとサネがゴールを決めているので、どちらかに TOTW 来ると思ったんですけれども、フェルナンジーニョはボール刈り取るし、セカンドボール拾いまくるし、裏にパス通しまくるしと90分フルタイムで活躍しましたので、おそらく彼に TOTW が来たんだと思います。身長179センチ、利き足右、ワークレート普通高い、逆足4、スキルムーブ3、特性はありません。基本的に守備型の選手です。スピードが69、シュートが75、パスが80、ドリブルが80、ディフェンス85、フィジカル80という値になっています。インターセプトの値が90台に突入しましたね。で、そしてマークの値もノーマルのカードからプラス2されて88になっております。フィジカルの値はノーマルカードから変化はありません。同じ87レートの CL カードと比べてますと、少しこのインフォームカードの方がいいですね。スピード、パス、ディフェンスの能力はそれぞれプラス1されていますので、どちらかが欲しい方はこのインフォームのカードの方がおすすめです。相場なんですが、だいたい12万ぐらいで推移しております。ただ同じ87レートの CL カードが7万ぐらいなので、おそらく10万以下に落ち着くんじゃないかなと思います。はい、次に86のセカンドインフォームアルナウトビッチ行きたいと思います。まずは1月2日のウェストハム対ブライトン戦において2点ビハインドの状態から、ペナルティーエリア内でアルナウトビッチが2得点決めまして引き分けに持ち込んでいます。これが1つ目の選出理由で、2つ目は3日後の5日の FA カップのウェストハムバーミンガム戦において開始2分にアルナウトビッチが先制弾を決めたこともあって、2対0でウェストハムが勝利しています。コーナーキックからのこぼれ球を反応して頭でゴールを決めています。この2試合の合計3得点の貢献がありましたので、今回の TOTW に選出されたのだと思います。
次に能力値なんですが、身長192センチ、利き足右、ワークレート高い普通、逆足とスキルムーブが4、特性華麗の身のこなしを持っております。身長が高くてスキルもある、ターゲットフォワードもできる万能ストライカーという感じですね。能力値なんですが、スピード83、シュート86、パス82、ドリブル86、ディフェンス50、フィジカル85となっています。特に目を見張る能力につきましては、シュート力が91と、ついに90代に突入しました。一つ目のインフォームカードと比べても、シュートの値がプラス4されていますので、かなりシュート力が上がりましたね。身長192センチで、ヘディング精度78、ジャンプが70ありますので、空中戦にも期待できます。はい、このアルナートビッチ、アジリティも74と悪くなくて、結構使いやすいと思いますので、無課金だとかちょっとしか課金してない人にとって、まあコスパスカットにね、組み込むのがいいんじゃないかなと思っております。はい、今回の TOTW17 の初感、この程度でしょうか。 TOTY が来ているんで、かなり存在感薄いんですけれども、まあ、この選手が、運よくパックから来たね、使いたいと思ってます。パックから来なくても、この3選手については、どれか1選手ぐらいを選んで実際に使ってレビュー動画上げてみたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。